こんにちは。ロック音楽の世界には多くのカリスマがいますが、オジー・オズボーンほど伝説的な存在は稀です。なんといってもコウモリを噛みちぎった男ですから。コウモリは狂犬病をはじめ SARS、エボラ、ニパ、リッサなどのウイルスを持ち、ウイルスの貯水池と呼ばれるほどヤバい存在なので、そのあたり大丈夫だったかすごく心配です。オジーの物語は1948年英国バーミンガムの工業地帯で幕を開けます。若き日のオジーはいじめられっ子で、自殺未遂をしたり盗みを働いたり散々なものでした。そんな中でオジーは音楽の道を歩み始めることになります。そして彼のバンドブラックサバスはヘビメタルというジャンルを定義づける伝説になります。ブラックサバスはパラノイド、アイアンマン、ウォー、ピッグズといった不朽のヒット曲を生み出し、70年代のロックシーンに新たな伝説を築きました。2003年の映画スクールオブロックでは何度もサバスの曲が使われているので、映画を見た際は見つけてみてください。しかし彼の物語は音楽だけにとどまりません。彼の人生は数々のトラブル、逸話、そして時にはコウモリやハトを噛みちぎったりと、信じられないような出来事に彩られています。今回は彼の音楽がなぜ世代を超えて愛され続けているのか、そして彼の生き様がどのようにして多くのアーティストに影響を与えてきたのか、今回はそんなぶっ飛んだ人物オジー・オズボーンの足跡をたどります。オジー・オズボーンは1948年イングランドのバーミンガムで生まれました。彼の幼少期はいじめられて、自殺未遂をしたりと苦難に満ちており、学校での成績も振るいませんでした。その後グレタ・オジーは窃盗をして警察に捕まったり、どうしようもない人生を歩んでいましたが、14歳でオジーはビートルズの She Loves You に出会います。この曲は彼の脳にへばりつき、これがオジーがミュージシャンになるきっかけとなります。15歳で家を出てからは配管工や建設作業員などさまざまな仕事を経験。そしてオジーが20代になった1960年代後半、彼はギーザー・バトラー、トニー・アイオミ、ビル・ワードと出会い、ブラックサバスを結成します。彼らは人々が演奏中に恐怖を感じることを楽しんでいるということを発見。彼らは暗い音と歌詞を織り交ぜたヘビーなブルースを作り上げました。そして彼らの作り出した音はヘビーメタルというジャンルを定義づける音として人々の記憶に残ることとなります。ブラックサバスはその重厚で暗いサウンドとオカルトや社会批判を織り交ぜた歌詞で人気となり、バンドのデビューアルバムブラックサバスはその革新性で音楽業界に衝撃を与えました。彼らの代表曲パラノイドやアイアンマンは当時の若者の不安や社会に対する疑問を反映していました。オジーの特徴的なボーカルスタイルはヘビーメタルのボーカルの新たな基準を築き、ブラックサバスはヘビーメタルの黎明期を代表するバンドとして後に多くのバンドに影響を与えることになります。しかし1979年、バンド内部の対立とオジーの薬問題によりオジーはバンドを解雇されてしまいます。1979年、ブラックサバスを解雇されたオジー・オズボーンは個人としての新たな道を歩み始めます。その後オジーはギタリストのランディ・ローズと出会い、オジー・オズボーンとしてのソロプロジェクトを始動させます。ランディの技巧的なプレーとオジーの独特な歌声はうまく融合し、新たな音楽スタイルが誕生。この2人の出会いは2022年のランディ・ローズという映画も公開されているのでチェックしてみてはいかがでしょうか。1980年にはオジーのソロデビューアルバムブリザード・オブ・オーズが大成功を収めます。このアルバムのクレイジーとレーンやミスター・クローリーはオジーの代表曲として広く知られるようになります。オジーのソロキャリアは彼の音楽的な幅を広げ、彼自身のスタイルを確立する機会となりましたが、同時にオジーのパフォーマンスは以前よりもさらに過激で、時には物議を醸すものになります。彼はその後もダイアリー・オブ・ア・マッドマン、ワーク・アット・ザ・ムーンなど数々のヒットアルバムをリリースし続けます。これらの作品によりオジーがブラックサバスを超えた独自の音楽的アイデンティティを持っていることを世間に証明しました。オジーのソロキャリアはヘビーメタルの枠を超え、幅広いジャンルのファンを魅了した結果、オジー・オズボーンはヘビーメタルのアイコンとしてだけでなく、多方面での音楽的才能を持つアーティストとしての地位を確立しました。そして同時にヤバい伝説も数多く残しました。ここで少しオジーの伝説をご紹介しましょう。鳩の首を噛む事件。1981年 CBS レコードの重役との会議中だったオジーは平和の象徴として鳩を手に持ちました。しかし突如として彼は鳩の首を噛み切るという衝撃的な行動に出ます。
なぜこんなことをしたのかは分かりませんが、この行為は彼の予測不可能で過激な性格を知らしめました。コウモリ事件。オジー・オズボーンの最も有名なエピソードの一つが1982年のコンサートでの出来事です。ステージに投げ込まれたコウモリを彼が本物ではないと勘違いし、その頭を噛みちぎったという事件はオジーのキャリアの中でも特に衝撃的なものでした。そもそもファンサービスとしてオジーが生肉をファンに投げつけるという過激なサービスをしていた結果、観客がお返しに猫や鳩などのレプリカ、生きたヤギなどをステージに放つというのがコンサートで恒例行事になっていたことが原因でした。翌日の新聞ではオジー、コウモリを食うという見出しが一面を飾り、オジーは狂犬病などの感染症の注射を打ちながら残りのツアーを回ったという伝説を残しています。これらのエピソードはオジー・オズボーンがただのミュージシャンではなくヘビーメタルのアイコンであったことを示しています。彼の大胆不敵な行動は多くのファンに愛され、同時に批判も受けました。しかし彼のそんなエピソードは愛され、彼を伝説にし、オジー・オズボーンをヘビーメタルの世界における最も重要な人物の一人に押し上げました。彼の音楽とステージパフォーマンスはジャンルの境界を広げ、数々のアーティストに影響を与えました。オジーのユニークなボーカルスタイルと演出はヘビーメタルだけでなく、ロック、メタル、さらにはポップミュージックにも影響を与えています。オジーの個性的で時に過激なパーソナリティは多くのファンにとって魅力的であり、彼の音楽とともに彼自身のキャラクターも愛されてきました。オジーは単なるミュージシャンではなく一種の文化現象なんですね。リアリティ番組ザ・オズボーンズはオジー・オズボーン一家のドキュメンタリーで、ファックファックと言ってるオジーが見れてほっこりします。オジーがリモコンに苦戦しているところとかめっちゃ可愛いので必見です。この番組ではもう一つのオジーの側面を明らかにし、新たなファン層を獲得しました。オジーの公私にわたる人生は彼の音楽と同様に多くの人々に影響を与え続けています。オジー・オズボーンの人生とキャリアは挑戦と変革の連続でした。彼は音楽の世界において独自の地位を築き上げ、何十年にもわたってファンを魅了し続けています。ブラックサバスのフロントマンからソロアーティストへの転身、そしてヘビーメタルのアイコンへと変貌を遂げた彼の人生は音楽業界において類を見ないものでした。彼の音楽、彼のステージでの存在感、そして彼の生き様は無数の人々に影響を与え、今でもインスピレーションを与え続けています。今回はヘビーメタルの帝王オジー・オズボーンでした。気に入った方はチャンネル登録をお願いいたします。それでは皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。We're the ones who really make it happen. Wear my pistol, wear my belt up, they ask about all this fashion, hey.